ピンクです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。皆さん、あのグランプリの権利は取ってはいますが、あの G1 連覇がかかることになるんですが、今大会の気持ち、意気込みはどんな感じでしょうか。あの前回に比べて勝たなきゃいけないレースではなくなったので、その気持ち的にはあの守りっていうよりかは攻めのレースができたらと思ってます。で、あの直前まで競技の大会参加されてて、ね、1日何本も走ったり、うん、結構ハードだとは思うんですけども、体とかはどうでしょうか。自分が思ってる以上に足はすごく動いてくれてて、でコーチからもすごくいい言葉いただいたので、まあ、そういう点においてはしっかりと、攻める気持ちで走ってあげれば大丈夫なのかなと思ってます。コメントはあの感じたままにで、流れ見ててもいいし、流れ毎回何言うのかなって楽しい。毎回自力ってコメントは絶対出したくないし、自在ってコメントも出したくないので、ほわっとしたコメントを出したって、ね、流れる、はい、今回はじゃあ、はい、でも本当バシッといけるとこ、皆さん調子いい時しっかりそこ逃さないなという印象があるんですが、良すぎても過信しすぎても良くないので、ふわっとさらっとなんか自分のフィーリングで頑張りたいと思ってます。最後一言いただけますか。はい、3日間長い戦いになりますが、しっかりと頑張りたいと思ってます。応援お願いします。